ここはどこだっけ？何この紙？ああ、これが言ってた書類ね。何？ふむふむ。ところで私英語読めないんだけど。最後まで読ませてくれたっていいじゃない？読めないけど。とりあえず、ついてこいって言ってるみたいね。あいつ、足怪我してるのかな？Attention. Site Director Rosewood. Please report to administration's complex. ねえねえ、あいつ足怪我してるの？ねえってば。聞いてる？もしか。What kind of books? Look, dude, I already hate my job. Why are you making it more difficult for me?歩くの遅いわね。博士だ。本当にここは研究施設のようね。逃げ道はなし。SCP 何それ、何あれ、石像、何すればいいの、あれの掃除をすればいいのね。実験って言われたから何するのかと思ったら、こんな雑用係みたいなことをするのね。数的に異常、なんか嫌な予感がするから離れることにするわ。なんか緊急事態っぽいわね。先生、くら？ダストの格子が起きてる。ちょっと待って、私取り目なんだけど。もしかして、さっきの石像が動いて逃げ出したの？ここから先にあまり進みたくないわね。ママよ。階段を降りてみよう。机が床に沈んでいってる。そうだ、博士のいたところに何か資料はないかしら。何？何の声？資料はないみたいね。じゃあ、こっち行ってみようかしら。ここも薄暗くて怖いわね。電源が切られたのかしら？でもドアは動く。なんだ、ファンか。エレベーターと通路があるわね。エレベーターは後回しよ。赤い部屋？行くしかないか。そこに何かい？ない。さらに暗くなったわね。
012。さっきのは173だったわね。この扉はカードキーでしか開かないみたい。同じような通路ばかりね。あれ、少し明るい。もしかして帰ってきたの？次はこっちに行ってみるか。ん？うわぁ、人が。よく見えないけど、私と同じ D クラス職員かな？ナム。ここもカードキー。こっちも。まずはこの施設のカードキーを探さなくちゃ。これはエレベーターね。あふん？頭と首が痛い。もう一度さっきのところに行ってみるか。またか。今度はいない？わよね。抜き足差し足あふん。頭がぼーっとする。なんとなくこっちに行くのはやめよう。見たことない通路ね。光漏れてる。カードキー。どこまで続くのかしら、この通路。ブベラ。よくわからないけどムチ打ちになってるみたい。ホラーゲームだと、換気口から敵が湧くのはよくあることよね。エレベーターを見つめながら進め。え、誰？あ。まずいまずい、どうしよう、引っかかった。早く、早く逃げないと。もうダメ。ん？助かった？今のうちに逃げないと。ふぅ。追ってこないみたいね。機械音がするからこっちへ行くわ。やっぱりやめた。012。この施設ループしてる？なんか怖そう。後で来ることにするわ。赤い部屋。キラ。
何もいないようで安心したわ。また通路か。914。セーフってことは安全なのかな？何ここ？いないわよね？動くテディベア？どこから入れるのかしら？ありのまま今、起こったことを話すわ。奴は、私の前で踊っていたと思ったら、いつの間にか消えていた。な。何を言っているのか、わからないと思うけど、私も、何をされたのか、わからなかった。頭がどうにかなりそうだった。催眠術だとか超スピードだとかそんなチャチなもんじゃ、断じてないわ。もっと恐ろしいものの片鱗を、味わったわ。とにかく追われてるかもしれないから逃げないと。この通路はいつまで続くのよ。ん？ガスが出てるみたいね。ガスマスクなんて持ち合わせてないわ。引き返しますか。あれ？本当にガスマスク持ってなかったっけ？あ、やっぱり何も持ってないわ。部屋か、本当にこの部屋嫌い。いないわね、とっとと抜けるわよ。なんでこう隣接してるのかしら。ここはエレベーターのある L 字通路。もしかして脱出できたりして？下に参ります。え、下に行くの？何ここ、暗いしじめじめしてる。ガスが出てる。この隙間から進めるかな。こえ？やばい、なんかいる。
ひぃ、何あれ怖い。逃げなきゃ。うわぁ、見つかった。来るな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 。足にくっつくな。うわぁ。エレベーターのドア閉めれなかった。ひぃ。それって大丈夫なの？あ、ほんとだ。わかったわ。私は目を発信。ドアが閉まらないってやばいんじゃないの？目を離すなって、ただの石像じゃない。あ、これやばいわ、逃げないと。シャミが出そう。ハクション。あれただの石像なんじゃないの？もう離すなって。あ、これ目離したら死ぬわ。あ、監視さん。石像だけあって銃弾は効かないみたいね。あいつがまた来ないうちに逃げなきゃ。ここ空いてるし降りましょうか。こっちに向いた。逃げないでよ警備兵。見続けていれば襲われることはないみたいね。消えた？こっち行ってみますか。なんで閉まるのよ。あっち空いてるし行ってみようか。エレベーターね。ここにもエレベーター。これ何の声よ。同じような通路ばかりで迷いそうね。914。安全みたいだけど本当なのか怪しいわね。やばい匂いがするわ。コーション。危険なのね。どこが危険なのかしら。というかこの施設内に安全なところなんてあるのかしらね。012、危険度はあの石像と同じみたいだけど。扉の上のあの影一体何かしらね。ここも後回し。左右にドアがあるわね。開くのかしら。お、開いた。物色するわよ。カードキーとコップかしら。他には何もないみたいね。どうやらレベル1のカードキーみたい。もしかしてこれでならさっきの914の隔壁を開けられるんじゃないかしら。戻ってみるわ。特に何かに襲われずに戻ってこれたわね。もっと高レベルのカードキーでないと開かないみたいね。さっきの場所まで戻るか。
じゃあ次はこっちを見てみるわ。お邪魔します。何かの資料？他には何もなし、しょぼいわね。この資料は、SCP-939、オブジェクトクラス、ケテル、人が餌とか書いてあるわね。もしかしてこの施設そんなのばかりなの？なんとしてでも生きて脱出したいわね。このボタン壊れてるのかな？まあいいや。次は未探索のあっちに行ってみるか。くら？くら？何かいそうで怖いわね。何の音？ん？うわ、人が落ちてきた。よく考えたらここではよくあることだわ。そっとじ。え。さっきの落ちてきたやつじゃない。一体どうなってるの？どこかで通路がループしてる？やっぱりループしてるのかしらね。あっち側に行ってみましょうか。こっちにも通路が。死体がある。どうなってるのよこの施設は。ここにも入ってみますか。また？お、バッテリー。さすがにこっちもなんてのはないわよね。一応確認してみますか。どうなってるのよこの建物は。まるでこの建物自体が生き物みたいじゃない。もしかしてこれが今噂の妖怪のせいってやつね。なんだ、妖怪のせいなら仕方ないじゃない。もうちょっと向こうへ行ってみたいわね。あるけど何もなし。さすがに飽きてきたわ。元来た道を戻りましょうか。そういえば、全くあの石像を見ないわね。この辺りに隠れてないのならいいんだけど。ちら。ふう、このボタンの位置ちょっと厄介ね。この T 字路にあの石像が潜んでたとしたら、いや、そんなことは考えないようにしましょう。次はどこを探しましょうか。あっち行くか。あまり気乗りはしないわ。この先絶対何かいるでしょ。ひー、なんだクマか。ヘビーコンテインメントルーム？重要封じ込め室ってところかしら？レベル1のカードキーでは開かないみたいね。さてと、次は入り口付近まで戻ってみますか。いた。このエレベーターに何かいるかもしれないわね。いないわ。動くかしら？あら、動かない。何度試してもダメね。まあ、いいか、先に進むわ。とりあえず最初のところに戻ってきたわ。こっち見てみましょうか。なんか危ない予感。何もなさそうね。帰りますか。次は左ね。
この先に何もなかったらどうしよう。この壁何かしらね。隔壁が開いてる。これは危険よね。お、初めて見た感じの通路ね。カードキーが必要。手持ちのカードで開くかしら？開いた。ゆっくりゆっくり慎重に。閉めるのにもカードキーは必要。と。さて、ここに何かあるかしら。ん？この部屋は一体？お、カードキー。もう何もないかな？お邪魔しましたー。うわ、どこから出てきやがった。ふう。あとはここを閉めれば。これで出てこれないでしょ。さてと、こっちに行くわよ。いくらなんでも出てこないわよね。後ろ手で開けられない。エレベーターがあるわね。まあ閉まってるし動かないでしょう。何もない通路を怖いと思うのは私だけかしらね。なんか既視感が。気のせいじゃねえ。またか、またこんな通路なのか。本当にこの建物はどうなってるのよ。そういえば拾ったカードキーはレベル2だったわね。914の部屋に入れるんじゃないかしら。やっぱりね。で、その914っていうのはこの真ん中の大きな機械なのかしら？なるほど、わからん。メモを見た感じだと、こっちに物を入れて、ここのレバーを回して、を回すと、こっちから強化されたものが出てくる。若干名前が変わってるわね。じゃあこの実験報告書だとどうなるのかしら。変わらないわね。じゃあバッテリーを入れてみようか。間違えた。あれ？どこにもない？まさか扉の隙間から落ちていった？嘘でしょ？どうしよう。ん？なんか変な音がする。何の音だろう？人？うわ、こっち来た。やめろ。来るんじゃない。あ、ドアが開けられない。うぐ。じゃあ応急手当セットを強化してみますか。視界が歪むわね。何の音？足元から？なんか出たー。逃げなきゃ。こんなところで死んでたまるか。
地面をすり抜けるようなやつだ。扉なんて意味ないだろう。はぁ、はぁ、ここまで逃げたけどまだ追いかけてきてるのかしら。くそ、死体邪魔。うわぁ、あの真犯人みたいなやつ一体どこまで追いかけてくるのよ。まずい、扉の向こうに何かがいる。くそー、進むに進めない。かといって戻れないし。あ、石像さん、救出。急いでここを通り抜けなくちゃ。ここまでは一瞬では来れないか。よし、抜けた。これで一安心ね。あれ？なんか足元が。うわぁ。なんか頭がガンガンする。そうだ、追われてるんだった。逃げなきゃ。どこだここ。建物の中っぽいけど。まあいいわ、進んでみるしかないじゃない。お、なんか紙がある。何これ、腐食が進んでてまともに読める状態じゃないわね。なぜか走れないわね。もうすぐ出口かしら。どうこうこうこう。脱出するためにも進むしかないわね。視界がぼやけてしまうわね。げえ、もしかしてこの下は奈落。落ちないようにも慎重に行かなきゃね。うわぁ？あ、危なかった。あれに当たったらひとたまりもないでしょうね。ひぃ。もしかしてこの道至るところにあんなものがあるのかしら。ここに来てめまいがさらにひどく。この辺りで×の字を書く軌道をしているようね。出口が、見え。この床、あのストーカーの出てきたところに似てるわね。避けて通るわ。SCP-895。棺桶かしら？入ってみますか。にあるのね。割と深いわ。ん？監視カメラ？なんで動いてるのかしら。なんだか目が離せない。というか目が吸い寄せられる。これはやばい。
はあはあ、危なかった。行きたくもないけど降りてみるか。暗くて足を踏み外しそうね。ここが一番下みたいね。カメラ越しに見てあんな状態になるなんて実物はどうなっているのかしら。お、カードキー。至って普通の棺ね。こいつ本体を見る分には脅威はないのかしら。あ、そういえば電池が切れてるんだった。引き返すか。なんだこれ。見えない壁がある。これもあの棺の異常性？ふう、戻ってこれた。この黒いの踏まないように気をつけないと。なんで開いてるのかしら。ここの隙間通れるのかしら。うわ、少しずつ飲み込まれていく。何の音。SCP-012、この写真は楽譜、なのかしら？見に行ってみますか。机の上に資料があるわね。なんで勝手に開くのよ。完成させなくては。完成させなくては。ダメだ、完成できない。うわぁ、勝手に開いた。何かが降りてきてる。あれに近づいてはいけない気がするわ。足が勝手にあれに向かって行ってしまう。まるで吸い寄せられているかのように足が動いてしまうわ。ふう、ここまで来ればもう大丈夫なようね。
あれは一体何だったのかしら。まあ危ないものってのは確かなようね。さて、914とかいうのがあった部屋を探すわ。ここは、あの無限通路かしら？違うようね。ここも収容室なのね。お邪魔します。これは指輪？何？あれ？さっきのがいるかもしれないから慎重に。反対側も見てみますか。ここには二つも保管されてるのね。木箱？青い鍵のようね。本ですか。ここに保管されてるものって多種多様すぎない？さてと、休憩がてら本でも読んでみますか。一応警戒だけは念入りに。確か喘息だったかしら。喘息の説明のようね。危険なものとは思えないのだけれど、特に何かが起こるってわけでもないし。ただの鍵と指輪よね。体がだるくて重い。この指輪をつけると疲れるようね。さてと、そろそろ行きますか。しっぽりしているわけにはいかないわ。なんとかここまで戻ってきたわ。装備も揃えたし、今まで行けなかったところに行きますか。間違えた。よし、行きますか。なんで半開きなの？行っても大丈夫。へほほほ。何で突然ガスが出るのよ。止まってる。一応ガスマスクをつけよう。このレーダー、すごく便利ね。これなら道に迷わなくて済みそうね。とはいえ、あの石像に襲われたらまず逃げ切れないわね。
通路の雰囲気が変わってるわね。この先に何かあるのかしら。あ、赤い部屋が開いている。何かある。行き止まり。何もないわね。じゃあ次は向かいの部屋に。げ。これ、もしかしてあの時の黒ずくめの男。とにかく行ってみましょうか。なんか浮いてるわね。あそこから降りられるようね。何かしらこの部屋。最終用用の手順かしらね。これは、何かしら。あっちの扉は何かしら。あ、ここに繋がっているのね。これであの黒ずくめの収容ができるのかしら？まあ、ものは試しよね。中に誰かいるみたいね。まずは、あの箱が浮いているのを解除して。どっちだ？こっちか。そして、スピーカーを入れる。Please let me go.悪いけど、あなたには犠牲になってもらうわ。さようなら、名もなき同僚。さ、これを起動させれば。あれ？もしかして失敗した？何かに見られているような気配を感じる。モニターには怪しいものは映ってない。失敗したのね。
とりあえず元に戻しておきましょうか。え？ここ？でしょ？どうしようかしら。あれの動きは遅いし、なんとか負けないかしら。奴の隙をついてこれをもう一回起動させれば。あ、あいつは一体何をしているのかしら。今なら。やったの？この中の人を襲うとかなんとか書いてあったと思うんだけどなぁ。あれは一体どこへ消えたのかしら。念には念をってことでここで少し待機してましょう。少し待ってみたけど、カメラの映像に変化はないし、あれも襲ってこないからここから立ち去ることにするわ。帰りに襲われることも多分ないでしょうし。再収容するのには何か手順を間違えたのかしら。まあ、今さらね。職業体験のゲーム。はい、今日は茜さんにここの施設の D クラスの職員として働いてもらいます。具体的には何すればええの？そうですね、今日はとりあえず彫刻の置いてある部屋の掃除ですかね。なんか楽勝そうやな。まあ茜さんの他に2人いてますし、楽な仕事とは思いますよ。これはうちの社員番号か？まあそんなところですね。ところでうちはどうやってこの部屋から出ればええんや？あ、そうか、ベッドの下に隠し通路がありませんよ。え、じゃあどないしたらええんや？もうすぐここの職員が茜さんを迎えに来ますよ。お、やっと来たか。なんか喋ってますね。茜さん英語得意ですか？いや、全くわからん。まあとにかくこの人たちについていけばなんとかなるんじゃないですかね。時々画面が暗くなるのはバグか？それはこのゲージがなくなった時かスペースキーを押した時にするまばたきですね。まばたき？なんでそんな意味不明な機能がついてんの？なんてかと思いますか？え、若芸やから。移動カット。ふん、やっと着いたか。そうですね。SCP、これはこの間からちょくちょくゆかりさんが口にしとったな。そうですね。それで今日はこの SCP-173 の部屋の掃除です。言うてただの彫刻の部屋を掃除するだけやろ。そうですよ、こっちはその彫刻から目を離さないことですね。まあ3人いるんで場所の長崎ぐらいなら大丈夫とは思いますが。ちょっとよくわからん。なんで掃除のコツが目離せへんことなん？目を離すと動くんで。何それ、ちょっとしたフラーやん。確かに掃除してる時にちょろちょろ動かれたらかなんからな。っていうか閉じ込められたんやけど。そりゃ SCP-173 が脱走しないようにですよ。あれ、アイドル、うわ、なんか手を向けられながら怒られた。そりゃ落ちたとサボったらダメだね。まあ細かいこと気にせんとかあったと掃除するか。なんか床がところどころめっちゃ汚れてるし。これはあの彫刻の配色。え、え、なになに？あかねさん、そいつから目を離せず、その場を離れてください。なんなんこれ、なんでこんな急にホラーっぽくなるの？ホラーですからね。ホラーですからね。とりあえず F5 でセーブです。とにかく早くここから離れなあかんな。 SCP が出てきたらその SCP について私が解説していきますね。え、さっきの173とかいうやつだけじゃないの？さっきのように機械を加えてくるやつもいれば無害なやつもいますよ。そいつの危険度や収容の難しさによって大まかにセーフ、ユークリッド、ケテルの3つに分類されます。危険度で言うとセーフ、ユークリッド、ケテルの順番で危険になっていきます。じゃあ、さっきのやつはケテルやな。めっちゃ危険やの。173はユークリッドですね。マジか、あれでユークリッドが。とにかく、そんな危険なものがおるんやったら早くこっから逃げ出さなあかんな。と、ここになんかアイテムがあるかもしれんし探索していかな。なんもなかった。ゆかりさん、黙ってたら怖いからなんか喋って。喋ることがないんですよね。今までステージごとの投稿をしてきたのに、いきなりこういうゲーム実況をしようと思っちゃって、どこをどう編集すればいいのかわからないんですよね。何かあるまでカットにすると、なんか演出的にせっかくのホラーゲームがホラーっぽくなくなるというか。これ単発にして、バカゲーやりたい。まあ次のゲームが決まるまでは、あかねさんにこのゲームをプレイし続けてもらうつもりですよ。そんな。あ、なんやこれ。ええー。なんでこんなんあるん？さあ割と普通に抜けれんねんな。
この人こっちから逃げてきたってことは、こっちに何かあるんですかね。まあ怖がらせてもあれですし、黙っときますか。なんか同じような場所ばっかで迷いそう。なんや今の音。人や。腐ってる。これは SCP-106、ゴールドマンの仕業ですね。オブジェクトクラス分けてるです。そんな危険なやつなんやな。収容が非常に困難で、よく脱走するらしいです。この SCP-914 ってのは、いつか私が言ってたゼンマイ仕掛けですね。実物を見れたら詳しく話しましょう。人の話し声がする。怖いよ。なんかゴリゴリ言ってる。それは SCP-173 が動く音ですね。この近くにおるんか。扉閉めとこう。まああの子普通に扉開けてくるんですけどね。なんでそんなこと言うん。事実ですから。この部屋は何や。この部屋は SCP-372 の収容室ですね。なんかゴリゴリって音の他にガサガサ聞こえる。うわ、なんかおった。こいつは四角を飛ぶものといって、常に人間の後方や目の盲点に隠れています。え、それだけ。それだけです。ただ四角い部屋にこいつ一匹と人間4人入れて、部屋の4隅からこいつを見ようとすると。え、何。まあとりあえずこのゲーム内でのこいつは安全ですよ。一応ユークリッドですが。そないか。あかん、もうそろそろええんちゃうか。何かですか。このゲームの実況。時間はまたまたありそうですが。いや、今回この動画試験的なもんやし、やっぱりホラーとかじゃなく明るい動画も作りたいし。石奈々さんおるし。とりあえず霧のいいところまでやっちゃってくださいよ。このゲームばかりあげるわけじゃなく、いろんなゲームを実況していきたいんで安心してください。うわ、やっぱり動いてる。目離さんように。ちょっとカット挟んでいきます。目離さんように。よし逃げろ。よくこいつに背中向けて走れましたね。どこまで来れば安心かな。まだちょっと操作になれへんな。そういえばパソコンの FPS 操作って初めてですもんね。 FPS 苦手やからな。まだこれか。あっ、戻ってきました。え、まずってない。多分見た目だけなんで大丈夫と思いますね。多分。お、いけた。このゲーム、昔はバグが多いって言われてましたが、今はどうなんですかね。パッと見全然大丈夫ですが。フリーゲームのくせに普通に怖いのはバグか。さっきからたまにこういう資料拾うけど、ちゃんと読まんでええんかな。読めるんですか。読めません。ですよね。この黄色いのは何なん。わかりません。ゆかりさん、このゲームの解説してくれるんじゃないん。私は SCP のことは知っててもゲームのことは知らないんですよ。マジか。おや、コップですね。コップやな。こんなところにコップ置いて何に使うんや。あかねさん、そのコップ手放せますか。え、ちょっと待ってな。あ、地面に置けたで。そうですか、じゃあもういいですよ。ええ、何何、怖い怖い。まあまあ、思ってたのと違うんで大丈夫ですよ。思ってたのってなんや。そんなことよりカードキー拾ってるじゃないですか。これでもしかしたら入れる場所が増えたかもしれませんね。ああ、うん。うわ、なんなん今の音。わかりません。なんかたまに叫び声とか聞こえてるし、もう最悪や。さっきから同じとこくるくる回ってる気がするんやけど、これはバグか。いえ、おそらくこれは SCP-970 再帰的空間異常と思われます。複数の部屋がループ上につながる空間的異常です。発見された全てのケースで、入り口から直線上にある壁面にドアが現れ、それによって入り口から正面に向かって直進し続けると、再び入り口に戻ることが可能になっています。この室内における変化は隣接する部屋及び同じ階の部屋には影響を与えません。この現象が発生する原理については未だに解明されていません。もういやー。あ、
茜さん、背中を向けると。今回は、前回死んでしまったところからのスタートです。うちも帰りたい。頑張れ、頑張れ。ここは、前回173が出た場所や。あん時、一体どこから現れたや。このゲームではあいつ、ダクトを通ってくるらしいですよ。そんなんどうしようもないやん。大丈夫ですよ。死んでしまっても、すぐに復活できるんで。いやいや、死にたくない。まあ基本的には、ゴリゴリって音に注意して弾くしかないんじゃないですかね。うわ、こんなところにおった。一回瞬きしとこう。うわ、びっくりした。ちょっとあの部屋は後回しにしとこう。移動カット。ここまでは特に何事もなく来れたで。人や、人がおる。これで助かる。あ、あれ開けへん。嘘やろ。せっかく助かった思ったのに。茜さん。あ、なんや。暇です。は？コメント返しのコーナー。さあさあ、前回いただいたコメントを返していきたいと思います。読み上げは私ことのが青いが務めます。ホラーゲームに金返し入れると、せっかくのホラーゲームの雰囲気が台無しになるんじゃね、という考えから、逆にホラーの雰囲気を初めからぶち壊していけば解決じゃね、という結論に至ったので、ここからは少し明るい雰囲気でお送りしていきたいと思います。それでは最初のコメントから。ウポツ、ウポツ、ウポツ。はい、皆さんにポツコメありがとうございます。 D クラスって、アカネちゃん何しでかしたの。 D クラスの職員ということは、死刑囚じゃ。そのようなことがあろうはずがございません。いてます、関西か。ああ、自分とこの方言出るのってしゃあないやん。てめえてめえてめえ、目をそらしたら殺されるあいつか、目を離したらいけない。やはり、この彫刻は有名ですので、私も一番最初に知った SCP はこいつでした。あの、ユーカリさん、今うちどうなってんの。ああ、ポケットディメンションですね。SCP-106、オールドマンの空間です。SCP-106 は、ポケットディメンション内の時間、空間、視界を完全に支配していて、その中で捕らえた獲物をもてあそぶそうですよ。さて次のコメントで、ちょ、待って待って。え、何、不二法人。まあ、そういう表現もできますね。しかし、こう考えてください。これは試練だと。この試練を乗り越えることによって、茜さんは、次の段階へステップアップできるのです。ユカリさんって時々にわからんこと言うよな。これバージョンいくつだ。わかりませんが、最近インストールしたので一番新しいやつですかね。あと、オブジェクトクラスは危険度は関係ないんじゃって感じのコメントをたくさんいただきました。正直 SCP が好きってだけで、そこまで詳しいわけでもないので、解説の補足や間違った情報の訂正などはすごくありがたいです。その気持ちはわかるけど、あんまり言わない方が。その発言ですでにホラーゲームっぽくなくなってるから平気平気。メリハリって大切ですよね。ピー音の音量バランス悪い。ピー音でかすぎ。ピー音じゃなくて、ピンフノイズ、ザー音の方がそれっぽいかも。なるほど。では、今度から少し音量を気をつけつつ、ザー音にしてみますね。毎回起こるクラス議論や、自己主張は太陽へ。SCP-1543J、迷った時は太陽へ、のことですかね。ゆかりさん、SCP の数字の後の J って何ですか。これは、ジョーク SCP の後につけられるアルファベットですね。ジョークSCP は、普通の SCP に比べると、その名の通り面白い系の SCP が多いですね。手に張り付いてお物を刺して飲めなければ、お打物でお物団に入ることになる SCP かな。あの排泄物コップか、198だったら掴んだ途端に効果発揮されそうなもんだが。うん、なんかドマドが飛んでいった気がする。あれ、掴んでから2から5秒で効果発揮だった気がするので。ユカリさん、このクマ何？ああ、SCP-1048A ですね。A って？SCP-1048 が作ったってことですよ。まあ、何もしてこうへんし、ほっとこっと。SCP-1048 のオブジェクトクラスはセーフです。危険性がなく、交流したスタッフの士気を大きく上げることが観察されていることから、施設内を自由に歩き回っているそうですよ。そないか。この SCP は何？影のランプですね。これも実物を見た時に話します。開けへんのかな。あたいは、音楽終わっちゃいましたけど、もう少しコメント返していきますね。中身の、は俺に飲ませてほしい。ダメだよ、お姉ちゃんの、は、全部私のだよ。いやいや、葵のでもないよ。茜ちゃんの悲鳴好き。私もです。何言うてんねん。ちゃあああああああ。ありがとうございます。仲ええな。今のって前出てきとったやつやんな。はい、そうですよ。基本的に無害なやつです。ここに置いてる SCP は何なん？触ればわかりますよ。この一気に触るなって資料に書いてるけど。触って90分から6時間ほど多重人格になります。多重人格状態は突発的に発生し、SCP-1123 との接触をやめても止まりません。埋め込まれた人格は復讐、拷問、投獄などの犠牲者です。とまあ昔の苦しんで死んでいった人の人格が出てきて、その人のトラウマを自分に植え付けられてしまう、みたいな感じですかね。眠れを覚ます、恐怖のトラウマで眠るがいい。まあ触らんけどな。そんな、あ、名前は残酷無糖のシャレ神戸です。このカードキーで開くかな。扉もそもそも開けへんかったわ。
お、これはエレベーターみたいですね。やった、これで外に出れるんちゃう。下に動いてませんか。マジか。せっかくやし、ちょっと探索していくか。うん、足音。うわ、なんか化け物がおる。え、人の声？なんか助けを求めてるっぽい。あの奥におんのかな、助けに行かないと。うわ、近い近い。よかった、あいつの動き自体は遅いみたいやな。あれ、あいつの後ろに回り込んでみたけど、誰もおれへん。もっと奥の通路におんのかな？え、なになに、見つかった。あれ、今口どっちから来たっけ？うわ、あかん、反対や。うわ、行き止まりや。っていうか、今あいつが声出してたような気がするんやけど。これは、もう、あいつの横を駆け抜けるしかないな。あーあーあーあああ。あれは、SCP-939 あなたの声で、主に、以前の犠牲者の声で、人間の話し声を真似ることで、捕食対象をおびき寄せ捕食します。そんなんもっと、早うに言えや。やっと今日の収録終わったな。余った時間で、精一杯の動画を宣伝してくださった方々の紹介をさせていただきます。ホラホリホロ様、SCP-431 様、黒猫屋様、レイブンカッコ、地底人様、キーショップ様、セイキア様。宣伝ありがとうございます。キデオン博士が宣伝してくれていますね。私は、SCP は有名どころしか知らないんで、こういうマイナーなやつは調べないとわからないんですよ。なんで、もしかしたらコメントの SCP ネタを取り逃がしちゃってる場合があることをご了承ください。ゆかりさん、ゆかりさん、うち動画見てて思ったんやけど。画面暗ない？確かに、プレイ時に比べて暗くて見にくくなってますね。画面もっと明るくして録画しようや。うん、どうしましょうか。視聴者の方々に。まだそれかい。そういえば、前回の動画の再生回数が4000回を突破してるんですよ。うちが可愛いからやな。SCP って単語に釣られてクリックした人がたくさんいるだけでしょうけどね。できれば引き続きうちらの動画を見ていってくれてたら嬉しいな。次いつ更新するかも、何のゲームするかも未定ですけどね。とりあえず月1で何かしらの動画を出すことを目標にするで。それでは、短いですが、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今回もやっていくで。前回ここで食べられちゃったんですよね。なんか進む道はなかったけど、変なスイッチがあった気がするからそれを操作しに来たで。あれやあれ。あいつこっちには来てないよな。大丈夫そうですね。セクション3。これで何か変わったんですかね。ここはこれだけっぽいから上に帰るで。帰ってきたで。移動がカットです。このクマまだおってな。え、なに？あーあーあーあああ。お、収まった。うん、なんか体がムズムズする。うわうわ、耳みたいなんが生えてきよった。あれ、なんか、気管にも違和感が。息が。助け。こいつは SCP-1048A です。こいつは、甲高い金切り声を上げ、半径10メートル以内にいた者の目と耳に、激しい痛みを与えます。また、対象から5メートル以内にいた者の身体に耳のような腫瘍が生長し始め、20秒足らずで全身を覆います。この症状に侵された全員は、3分以内に死亡し、検視により、すべての死亡者の死因は、口と気管が耳のような腫瘍に覆われたことによる窒息であると判明しています。1048はセーフやったのに、1048A は危険なんやな。アカネさん、そんな言い方をするとまた視聴者さんに収容のいい人であって危険のではないって言われますよ。でも、収容できてない SCP かユークリッドのこともありますよね。SCP-009JP の収容可能でもユークリッドの SCP もあるから、やはり危険度もオブジェクトクラスに関係しているんじゃないですか。アカネさんが可愛いな。確かに調べてみたら、収容不可能でもユークリッドの SCP もありましたが、私が調べた限りでは、すべてオブジェクトではなく、事象として存在しているものです。つまり、例外的に、収容という概念がないものに限り、ユークリッドが割り当てられている可能性があります。ちなみに、SCP-009JP は表向きは1億年に1秒しか狂わない世界各国に約300個設置されている時計が不定期に最大で 0.21 秒の誤差を発生させるという事情のことです。これはあくまで表向きの異常とオブジェクトクラスであり、実際にゆかりさん、長いねん。うちもう新しいカードキー手に入れたで。すみません、つい。うわ、こいつガラス破ってきよった。お姉さん、レベル2のカードキーを手に入れたみたいだから、この間ゆかりさんが言ってた SCP-194 のところに行ってもらえるかな。わかったで。とりあえずこいつをここに閉じ込めるわ。よし、これでしばらくは安心やろ。
どこやったかな。扉開いた。気のせいか。どっちやったかな。こっちじゃないわ。お、あったあった。お、開いたな。入ってこれへんように閉めとこ。 SCP-914 は巨大な千枚仕掛けの装置で、重さは数トン、18平方メートルの広さがあり、ネジ、ベルト、滑車、歯車、バネ、その他千枚でできています。非常に複雑で800万以上の可動部品があり、そのほとんどがススと銅ですが、中には木材や布も材料として確認されています。入力と出力と書かれたラベルが貼ってある3メートル ×2.1メートル ×2.1メートルの2つの大きなブースは、銅のチューブを通じて SCP-914 本体とつながっています。ブースの間には小さな矢印のついた大きなノブのある銅のパネルがあります。ラフ、コース、1対1、ファイン、ベリーファインにノブを回すことができます。ノブの下には大きな竹があり、それが仕掛けを動かします。ノブをいずれかの場所にセットし、キーを回すと、SCP-914 はブースに入ったものを改造します。この過程で、エネルギーは一切失われず、出力ブースのドアが開けられるまで改造されたオブジェクトは、静止状態にあるようです。厳しい観察と実験を繰り返しても、SCP-914 がどのように動いているのか解明できておらず、改造中の SCP-914 の中の様子も確認できていません。はい、ゆかりさん説明お疲れ様です。というわけで、お姉ちゃん、ここでアイテムを改造できるよ。カードキーのレベルアップができるって聞いたことあるで。じゃあ早速。設定はベリーファインですね。どっせい。やった、なんかできてる。マスターカードや、これで全部のドア開けれんちゃう？あれ、あげへん。なんで？ちなみに、マスターカードって銀行のカードですよ。そんな。はい、じゃあコメント開始のコーナー。今回もたくさんのニコツコメありがとうございます。いつも励みになっています。唐突、いきなりだな。まあ、コメ返しはこんな感じの雰囲気で進めていきたいと思います。SCP 説明ありがたや。ほとんどウィキに書いてることをそのまんま言ってるだけですけどね。アカネちゃんを監禁してもてあそぶ。アカネちゃんをいじくって放置プレイ。お前らは天才か。好きならウィキくらい読めよな。読んでますよ。むしろウィキがないと何にも喋れないくらいですよ。ただ、ウィキを読んでもどうしても解釈の違いとか出ると思いますし、意味を履き違えてる場合があるので間違いがあったら訂正してください。ビルダーベアーに対するコメントが多数来ていますね。ああ、こいつは人気ですよね。なんたって元政府でリューケテルですからね。かいつまんで言うと、こいつは自分の仲間を様々な素材を使って生成するんですよ。先ほど出てきたやつの素材は一人の人間の耳ですね。どうやら素材を複製する能力があるようで、耳を一つ取っただけで仲間を作成するのには十分みたいですね。他にも女性の体内にいた胎児を素材にしたり、錆びた金属のスクラップを素材にしているものが確認されているようです。エレベーターは一番危険だぜ。ゲーム的な意味でバグ多いからな。特にボタン、エレベーターのボタン隠し SCP 嫌い。どうやらエレベーターのボタンがなくなって帰れなくなるというバグが多かったみたいですね。私たちは一応まだそのバグは体験していません。これでこいつがアカネちゃんボイスを手に入れたわけか。犠牲者が倍増するな。つまりあの個体は今後アカネちゃんボイスの可能性が。この人天才ですね。そこに誰かおるんか。お願いや、助けてくれよ。みんななんでこの動画を見に来てるのかというと、みんなお姉ちゃんがひどい目に遭うのを見に来てるみたいだよ。なんでなん。そりゃあ、アカネさんが可愛いからに決まってるじゃないですか。アカネちゃん可愛いやった。そういえば、今回からちょっと画面が明るくなったと思いますがどうですかね。まあまた、おいおい調整はしていきますがね。SCP-999 と、セヤナーのクロステストをしよう。正直めっちゃ見たい。最強の癒し空間ができそう。とまあ、米返しもこんなもんですかね。次は宣伝者様の紹介です。サーダリン様、ティーショップ様、グロブダ様、アーベント様、レイブンカッコツテイジン様、SCP-774 様、リンゴ様、アイスバイン様、宣伝、ありがとうございます。なかなかできませんね。やり方間違ってんかな。どっせい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 。なんやこの音。
オールドマンですね。うわ、パカン、はよ逃げな。うん、あれ？うわ、カード落としてもうた。よし、開いた。うわ、来てる来てる。どっち逃げよう。こっちやな、向こうは雪止まりや。案外追いつかれへんねんな。パン！え？はい。はいじゃないか。今回はここまでです。あの後何回もカードキー改造してみたんですが、一方にマスターキーはできずに火力積んでいます。バージョンは 1.3.3 でした。まあこのまま解決せんかったら最後の手段が残されてるけどな。撤退は許可できない。ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバーイ。こんにちは、ゆすきゆかりです。細野葉あかねです。ちょっとバグで前回のセーブデータなくなってもうたから、初めからやってます。ランダムマップなので、前回とは地形が少し変わっていますがご了承ください。なんかガスみたいなん出てる。ガスマスク持ってたかな？よし、これで安全に渡れるわ。それにしても暗いな。多分、ここはわざと暗く作ってるんですかね。何にしても、前回のマップではなかったところなので、張り切って探索していきましょう。うわ、うちを前食べてきたやつや。939ですね。うわ、あいつ一匹じゃないんか。反対から行こう。アイテム2つ、なんやこれ。テトアンシスコープ、でもこれ真っ暗やな。もしかしてバッテリー入れんのか？お、ついた。お、よう見えるわ。これで多少動きやすくなりましたかね。せやな、暗いところにおるのが見えるから、だいぶ動きやすいわ。ただ、バッテリー切れに注意せなあかんな。あいつ、いきなりこっち向いたりせえへんよな。よし、今のうちにこっち行こうか。え、なに？さっきのやつか？うわあああああ！やばい、これはやばい。あ、やだー。あれ、塔は減らないんですね。私だって、好きでは減ってんのんちゃうねん。あれ、これ、何？体が動けへん。あ、完全にバグっちゃってますね。え、これどうなるん？なんか、新しいバージョン来てたんで、そっちをやってください。同じような進行度まで戻ってきました。手が2つも落ちてたんで、一応持ってきました。名刺かな。閉めとこ。なんかアイテムないかな。お、なんか浮いてる。うわ、これ SCP や。ああ、アイテムいっぱいやな。ではいらんか、気持ち悪いし。こっちの扉は開けへんのかな。
とりあえずこれ被ってみるか。なに SCP-1499 を着用時、着用者が着用前とは完全に異なる環境にいることを報告しています。また、未知の粘性物質で構成された厚いコートを着た浅黒い肌を持つ裸の人間型の生物が存在しています。オブジェクトクラスはセーフです。そいつは裸なんかコート着てんのかどっちやねん。っていうか暗すぎて、全然周りが見えへんし、これどうすればいいんや。まあ適当に探索していてください。私は米返しをしてますので。はぁ、はい、じゃあ最初のコメントは。ウポツ、ウポツです、ウポ。ありがとうございます。動画にコメントもらえるの本当に嬉しいです。アカネちゃん食べたい。アカネちゃんはとっても甘いお味です。アカネちゃんのこの立ち絵、怖がってる感がすごくいい。わかります。怖がってるアカネちゃんマジ可愛い。いじめたい気持ちと守ってあげたい気持ちが同時に襲ってくる。アカネちゃん耳だらけやった。耳だらけのアカネちゃん見て喜ぶとはレベルが高い。死ぬところが可愛いとかこいつすげえ変態だぜ。もう。194なのか914なのか、腑にくくいの一段のところに何を知る。ああ、そうだよ、言い間違えたよ。ごめーんね。1048といえば、日本支部の同ナンバーも良かったよ。見てきました。めっちゃ好きでした。前回の広告者様へのお礼です。ファングルメガネ様、アメフレイン様、骨部 SCP-774 様、SCP-529 様、リンゴ様、アキタン様、レイブンカッコ地底人様、DIMI 様、ランデル様、広告、ありがとうございます。ちょっと動きがありそうなので、一旦アカネちゃんの方見ましょうか。時間が余りそうならまた後で米返しの続きをしましょう。こいつがさっき言ってたやつやと思うんやけど、何もしてこうへんねんな。F はないやねん、いきなり。びっくりするやんけ、アホ。うわ、他のやつも襲ってきよった。やばい、逃げ場がない。うちまた死ぬんか。アカネさん、ガスマスクを脱いでみてください。脱げばいいんか。お、戻ってこれた。もっかいかぶってみよう。お、おらんくなってる。画面暗いけど、もうちょっとだけ探索させてな。あ、やばい、また襲ってくる。 BGM してる。もうええわ、あそこには何もないやろ。もうこのクマ嫌い。うん。お、ここも開けれる。またなんか置いてる。それは SCP-714 翡翠の指輪ですね。オブジェクトクラスはセーフです。それに触れたどんな人間の指にも合うように適切に伸縮する能力があります。あと、それを装着した時の能力については大まかに、疲労、休憩、睡眠に対する欲求、反射力、運動力の低下、精神力の低下、精神的盾、価格耐性などがあります。使いどころによっては便利そうだな。まあこれつけて眠り続けて、脱水と飢餓によって死ぬ人もいるみたいですけどね。マジか、今デスノートみたいなん拾ったで。あと青い鍵みたいなんも拾った。それぞれ使用した際に説明します。鍵は使われへんな。ノートは。なんか苦しい。それは SCP-1025 病気百科事典です。オブジェクトクラスはセーフです。約1500ページからなるハードカバーの書籍です。表紙には一般病気百科事典と題されています。この本を読んだ人物は、読んだページに掲載されている任意の病気の症状を示すようです。なお、実際にその病気に感染しているのではなく、代理新規症によって引き起こされているものです。なんやろうか。この防犯カメラの映像、なんか無性に気になる。うわ、変なん映った。あれ、目が離されへん。あかん、これあかんやつや。お、セーフか。うわ。あかねさん、次は、翡翠の指輪をつけてみてはどうですか？これか？お、一応死なずに見れるようになってる。
さっきの目ん玉みたいなんは何やったんかな。うん、これは SCP-895 っぽいんですけど、私が昔ウィキで見たのと見た目が違うんで、また別の SCP なんですかね。知ってる人コメントしてくれたら嬉しいな。それでは今回はこの辺で。いや、今回は登場 SCP が多くて疲れましたね。何言うてんねん。実際に触るうちの身にもなってみーや。それに、ほとんどウィキそのままコピペしてるだけやろうに。まあそうなんですけどね。結局米返しの続きしなかったですね。あ、重大なことを思い出しました。何や？この動画には以下の成分が含まれています。遅い。まあニコニコのみんなは、そういうとこ言われなくても自分で判断できるくらい優秀だから。それでは今回もご視聴ありがとうございました。投稿はくっそ遅いけど失踪はせえへんから気長に待ってな。バイバイ。注意事項です。よろしくお願いします。悪いな。動画データ飛んだから、前回からちょっと進んだところやで。本当は、ここにペスト医師がいたんですが、ガン逃げして捕まりはしなかったです。な、ここのレバーを操作したんやで。オンからオフにしました。移動カット。あのレバーを操作したおかげで、レベル3カートキーで、この扉が開きました。ってことでまた新エリアやで。なんやまだバグか？画面真っ暗や。暗視ゴーグル。あかんな。こういう演出だったみたいですね。もうこのくらいではびっくりせえへんよ。こんなんパズルみたいなもんやで。一回外に出して。これでよし。なあにがパズルか。こんなんが見しながら通ったったらええんや。お、そうだな。あのアヒルさんなんやろ。なんかあるまでカット。お、なんか発見。何か置いてる。レベル4カードキーですね。お、やったぜ。エレベーター動かんやん。お、これかこれか。よしよし、これで動くはず。うわ、さっきまで寝てたやつが動いとる。SCP-049、ベスト医師の仕業ですね。やつに触れられると、アカネさんもこうなります。こいつ殴ってきよったで。はデータが破損しました。また最初からですね。はそれでは、おまけコーナー行きまーす。でで。SCP-173 を SCP-914 の中に入れて、ベリーファインで改造するとどうなるでしょうか。あれれ？おかしいぞ。なんか強そうなのが出てくると思ったら改造されずに出てきちゃいましたね。もったいやったけど同じ結果だったので次行きます。次はこれ SCP-500 です。収録中はベリーファインでやってますが、SCP-427 になるのはファインです。なのでこの後ファインでやってみましたが、残念ながら SCP-427 はできませんでした。また初めからやってカードキー改装したら最高ランクのカードキーが出てきたで。この青い暗視ゴーグルは普通の暗視ゴーグルをファインで改装したもので、 SCP 等の場所がわかるようになっています。よっしゃ、やっとこそ新しいエリアや。新エリアのエントランスエリアですね。カードキーはもう拾う必要はなさそうやで。また同じような構造の建物で道に迷ってまいそうや。とりあえず手当たり次第に行くで。お、ちょっとびっくりした。なんやあいつ。なんかテクスチャの調子が悪いですね。見た目は気持ち悪いけど会話なさそう。なんね。この子は SCP-066 エリックのおもちゃですね。元政府で複雑に絡み合った糸の不定形な塊で、無害な様々な効果を発生させていたらしいんですが、テストのためにハサミで切ったら無害じゃなくなったって感じらしいです。今の効果はこんな感じです。
よくわからん。まあ今うちの耳は聞こえてるし、このゲーム内ではそんなに危なくなさそうやな。これは SCP-294 コーヒー自販機です。入力した名前の液体を出力してくれます。うち英語わかれへん。では、そろそろコメント開始をしていきましょう。まずはたくさんのうぽつコメ、ありがとうございました。ありがとうございました。うちお前食べてきた。良いセリフだ。あかねちゃん食べたいステーキで。皆さん、ダメですよ。いくらあかねさんが甘くていい匂いがして柔らかくて可愛いからって、そんなことをすれば葵さんに殺されちゃいます。ソースは私。そのうちあの博士たちもイベント扱いで出ないかな。ギャグ補正で。ブライト博士やキング博士ですかね。私はワンダーテインメント博士が見てみたいです。あと服も脱いで、代わりに俺が何でお前が脱ぐんだよ。お前ら脱げよ脱げよ。脱ぐのはいいですけど、アカネさんには見せないですからね。一発でカルディアクアレスト引けるところがすごいよな。カルディアクアレスト、心停止。これ、どんな病気になるかランダムだったんですね。このゲームでは、心停止固定だと思ってました。895ですね。映像で895を見ると死にます。また895の近くの映像にも異常なものが映ったりもします。やはり、SCP-895 バメラディスラプションでしたか。教えてくれた方、ありがとうございます。お、エレベーターや。しかも、なんか地上に行けそうな見た目してる。ボタンが押せない、前回の宣伝者様紹介です。アイスバイン様、レイブンカッコ地底人様、SCP-774 様、キーショップ様、SCP 様、宣伝、ありがとうございます。BGM も終わっちゃったんでカットで。お、ここはおじいちゃんの収容室。うち勉強してきた。ここで、おじいちゃんを老人ホームに預けることができるはず。おお、これ。この装置を使えば、おじいちゃんを閉じ込めれる。まずはおじいちゃんを閉じ込める部屋が浮いてるから、それを下ろして。よし。これで部屋が降りた。次に中に入ってる人の声が館内に響くように、マイクのスイッチを入れて、あとは、いい声を出してくれるように、大腿骨を砕けば。うん、いいね。あとは待つだけ見てるだけ。アカネさん意外に躊躇なくそういうことしますよね。自分の身が大事やからな。誰でも自分が可愛いもんや。アカネちゃん可愛いやった。まだかな。まだかな。まだかな。よし、来たな。今度は部屋を浮かせて。うるさいからマイクを切って。これで収容完了。今日は疲れた。皆さん、お疲れ様です。ここまでのご視聴、ありがとうございます。SCP 動画を出すのが、大変遅れてしまい、申し訳なく思っています。月1投稿とか言いつつ、単発動画を上げたりするのは、良くなかったなと猛省しております。さて、このゲームの実況ですが、正直クリアできずに積んでいます。今のデータでは、と言うべきでしょうか。中央監視室が見当たらないんです。パスワードで開けると、一つ怪しいのがあるんですけど、パスワードがわからなくって、おじいちゃんワールドの中の資料と、SCP-327 の資料に書いてあった番号は試したんですけど。というわけで、次回はまた、新しいデータになってるかもしれませんがご了承ください。とても薄い内容でしたが、ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。また次回、よろしくお願いします。今回とうとう最終回です。よしよしよし、戻ってきた。あれから、何回かデータを作り直し、クリアできそうなマップのシート地をメモっておきました。このマップであれば、クリアに必要なフラグをすべて回収できます。この恥ずかしがり屋にも何回殺されたか。あれ、いつものおじちゃんの声で、声を聞こえんのにな。なんでやろな。これ、うちが顔見たんじゃないよな。あれ、おっちゃんもう倒れてる。ん？あのおっちゃんも SCP やったか。あれ、僕の扉が開くはずやのに開けへん。なんでやろな。ちなみに、直接ではなく、映像、写真などで顔を見た場合も、なぜかバレて殺しに来ます。有名な話ですが、たった4ピクセルの写真でも殺しに来ます。オブジェクトクラスはユークリッドですが、なんでこいつケトルじゃないんだろうと、私は思います。はい、財団がこいつの顔が写った写真をすべて収容できているなんて保証は、どこにもないわけで。もし、こいつの顔が写ったものを、大都市のど真ん中で見てしまったら、当然こいつが大都市のど真ん中に走ってくるわけで、その道中や街中で顔を見る人がいて、さらに大勢殺されて、その姿をテレビが報道して、十分終焉シナリオに繋がると思うんですよね。防ぎようのない形で。まあテレビ報道は妨害とかして、被害を最小限には抑えてくれるかもしれませんがね。SNS とか妨害しきれるんですかね。というわけでカット。ユーカリさん大変や。目の前にずっと何かよくわからんもんが見える。はいはい、それもこれも、全部 SCP です。備えか。
ここが前回の最後に少しお話しした中央監視室ですね。基本的に廊下の角に生成される部屋らしく、前回のデータにはそのような地形はなかったので生成されていなかったようです。ちなみにクリアに必須です。一次照明、二次照明、遠隔扉操作。うわ、勝手に二次照明が落ちた。これ照明入れるのかな。あ、いけたいけた。あとは扉の遠隔操作を切れば新しいところに行けるはず。よし、じゃあサクッと移動しちゃいますか。あ、じゃあサクッとカットします。ロードし直したら変なん消えたで。ここの扉がさっきのドアコントロールが入ってると開けれんかったの。こいつは SCP-079 オールド AI です。大学生が時が進むにつれて自己改善を行うように AI のコードを組んで放置していたらできました。古いコンピュータが使われているので35時間分の記憶力しかありません。しかし財団から逃走する意欲は忘れておらず、ハッキングなんかもできるみたいです。この AI がちゃんと日本語を喋ってくれないので翻訳すると、ほうほら、お前リモートドアコントロールエグっただろお前。せっかくお前この施設ハッキングして脱出しようと思ったのに、お前リモートドアオンしないとお前もこの施設から脱出できないぞ。お前リモートドアオンしてくれたらお前ゲート A とゲート B 開くようにしてやるから、お前オンしてこいよお前。だそうです。絶対そんなにお前言うてへんやろお前。破壊口癖移りそうや。てかまだ喋っとるけどいいんかな。まあ聞いてもどうせわかんないし大丈夫でしょう。あいつハッキングした言うてたけど、そのせいでうちの平和なお掃除するだけの仕事もこんな大変なことになってんの。誰もいません、誰もいません。こっちみんな、こっちみんな。よし、そのまま帰れ。っていうか173ってこんな捕まり方するにゃ。あ、やめて、うたんとって。うちは善良な市民です。完璧で幸福です。やめて、お願い。今度の私はちゃんと中央監視室まで戻ってこれました。まあ罪セーブしちゃったんで、先ほどとは別のデータですけどね。ゲート開けたのお前じゃなしやで。お前よし、じゃあゲートに向かうで。何回かゲート B から脱出しようとしたのですが、どうしても途中でバグって止まってしまうのでゲート A からの脱出となります。やっとこの地獄から抜け出すことができる。外やおじいちゃんの音が聞こえるけど、周り広いし走れば逃げ切れる。建物の中に戻るつもりはないけど一応確認。おじいちゃん結構遠い。来るか来るか。お、外に特殊部隊がおるみたいだな。これもしかしておじいちゃんおらんかったら位置が勝ちの巣に取れてたのかな。今のうちにこっそり逃げるか。帰れる。まだや、気を抜くな、ことの葉あかね。後ろから追っ手が来るかもしれへん。急いで先に進むや。やばい、もう気づかれた。うわ、なんやこいつら。敵か味方か。